はい、どうも皆さんこんにちは、カイリンです。はい、どうも皆さんこんにちは、セロハンテツです。はい、どうも皆さん、こんにちは、イラテツです。はい、ではね、今回ね、この3人が集まってるわけなんですけど、今回上野駅にいまして、上野から品川間、山手線、JR、京浜特急、そして上野東京ライン、この3路線がですね、乗り得てる駅なんですね。まあ、乗り得てる駅なんですかね、まあ、乗り得てる区間があります。で、まあ、その3路線実はですね、これから19時9分発上野東京ライン沼津行き、19時9分発山手線大崎行き、19時9分発京浜東北線各駅停車大船行き、この3列車が全て品川に向かうわけです。この3列車の中で どの電車に乗った人たちが一番早く着くのかっていうのを今回やっていきたいと思います。というわけでね、僕が、山手線、そして、あちらにいるいろいろ鉄道チャンネルさんが京浜東北線、そしてこちらの方がですね、上の時はね、なんかグリーン車に乗るみたいとかね、なんか変なバカなブルジャーみたいなことやってるんですけど、というわけです。はい、というわけでよろしくお願いします。まあ、13番線っていうこの辺廃墟でして、撮影にはかなりとっておきなポイントなんですよね。あの駅員さんにどんな風に思われてるのかわかんないんですけど、で、あそこにあるのは、まあ、敷島用 13.5 番線というわけですね。で、赤毛は今毎時1時間に1本毎時00発着になってんのかな。ジュインとかジュインとかでかいな。じゃあまあアピザットホップで出発ですので、まあそろそろね、向かいたいと思います。ね、じゃあ僕からやります。じゃあ僕の19時9分大崎行き、大崎ってのもレアだと思うんですけど、じゃあ先頭でやりましょう。ちょっと狭まってたので上と思います。ちょっと人に若干の遅れが発生してるか。ついてていいや。3列車が同時に時間的には発車してるはず。今のところ山線が1位です。ご注意ください。次の電車をご利用ください。
電車秋葉原です。秋葉原何が一番早く着くか、9年生って表記ですね。当36だ。いい時計です。いや上の時計でした。もう東京着いたのかな。急に途中今接近になってますね。A7 系一号優先入りだ。電車がドア閉まってる。マジか。
まあまあまあ上の時代はもう負けは分かってますよ。もうはい、分かってます。分かってますよ。その景品接近メール。あ、ここは景品と行き行きと言いたいところは景品に来ないんだよな。ここで時間調整入ります。1分待ちます。経費いますね。セロハンテープは新橋着いたからな。この列車は山手線外回り大崎行きです。次は有楽町、有楽町オレンジが左側です。地下鉄日比谷線、This is the Yamamoto Line train stop for Ohtake. The next station is Yurakucho, JY30. The doors on the left side will open. Please change it for the Hibiya subway line and the Yurakucho subway line.
鉄は次の日立かな。それも来てます。すっげーチンチン走ってんな。どうしたんだ。で鈴子を取んなかったら結構可愛いかもしれない。高輪健康園のあれで京浜東北線ちょっと近道するんで品川まで、まあ、それを考えたらちょっともしかしたら、まあ、このままだちょっと京浜東北線優勢かもしれませんね。まあ、問題は田町で鈴子を取るか取らないかここは鍵だと思います。
聞こえ全く暗いか分かんないと思いますけどね、ちょっと車窓をお楽しみいただいて、さあちょっと高輪ゲートウェイというね建設に乗って、近隣特急高輪ゲートウェイ駅構内に入るため、若干早い感じですか。広がってたら特急に品川に着いてたんです。しかし我々はどうかというと、あそこ反鉄どころがね、もう次の、上の東京ラインがね、もうやってきてますね。反鉄を持って次の電車に、この時間上の東京ラインも結構本数が多いですけどね、これ目の前に見える大きなところ、これが高輪ゲートウェイです。で、高輪ゲートウェイ今コーナー走ってばかりなんだ、あれあれあれすいません、ちょっとね、見えるかな、見えて、ちょっとやっぱり手が遅いな、カットね、カット、あ、来た来た。ってことは、この線が2着、駅員が3着、そういう結果か。追い越せ車内に忘れるもの、落とし物、また山順をご注意ください。空いてるっていいですね、こんな山線も空いててくれたらね。よいしょ、ご乗車ありがとうございます。ご利用ありがとうございます。2番線の電車は大崎駅電車です。今ね、着いたかな、まあ、40秒、28分40秒、あっちが時計見せてくれた。2番線、ドアが閉まります。ただ、あっちもこっち来るから2番線発車です、ドアが閉まります。じゃあ、いたしました、時間分かる、何分着いたか。帝国です。多分23分です。で、俺が29、40秒か、28分。あ、じゃあ俺28分。じゃあここはまあ分的には同じだけど、こっちは早かったね、ちょっと早かった感じ。やっぱり田町だよね、前回は田町で京浜東北線が走発したからよかったんだけど、今回山手線が走発したから同じような結果になった。そうだね、まあ、上野東京ラインは東京での停車時間、まあ、上半線だったらまあまああると思うんだけど、今回は沼関東海道線直通ということで、ちょっと1分弱しか多分止まらなかったから、まあ、ここはまあやっぱり、ね、そこまで差が開かなかったというか、開きすぎたというか感じですかね。まあ、停車駅負けたか、秋葉原でね、まあ、手振ったもん、でも見えたね、見えました、こっちの箇所見えた。いや、どちらに行ったのずっと手は振ってたんですけど、あ、さあ、この人はあれドア方向で逆向いてるのか。そう、ああそう、いやー、じゃあ1位は上野東京ラインということで、はい、ありがとうございます。で、今度京浜の東北、京浜、まあのさ快速絡ませてやってみようか。そうですね、今度はじゃあ上野東京ライン山手線京浜東北線快速、それか今度新幹線を入れて、新幹線を入れてくる、誰かが課金でもしなければいけないモードに突入新幹線。ちょっと京急のさ、あそこ特急がさちんたら入ってるけど、まあそこはよしとしてね。じゃあ今回もこの辺でご視聴ありがとうございました。